そこへ敵勢が退去して襲来、不利な状況での開戦を余儀なくされるも、二人の顔に希代の名軍師がどんな手で劣勢を覆すのか期待に。あれに見える荒法師はまさしく武蔵坊弁慶ってことは、敵軍を率いているのは義経公か。歴史に三千と名を残す軍略家が相手とは、いや参ったね。参ったと言いながらその顔、元就殿随分と嬉しそうだね。それはそうだよ、これはもう名勝負の予感しかしない。あれ、そういう角家殿は浮かない顔だね。見渡す限り花がないのは仕方ないことだからね。そう見えてしまったなら私も大人げない。彼らには早々にお引き取り願おう。義経と弁慶だったかな。彼らのような猛者には奇襲が効果的だろうね。そうだな、まずはこちらに敵の目を向けよう。その隙に北から奇襲をと思うんだが。それなら奇襲役は任せてくれるかい。かの名軍師角家殿の策を堪能したいからね。やっ、さて、こちらは陽動をはじめ、まずは義弘殿、前に出て相手を引きつけてくれるかな。責務を果たす。そなたには変な祝福があろう。どうする、相手になるぞ。次は聴覚、得意の術を使って敵の目を引いてほしい。我が天罰を下してやろうと。剣を抜かせないでほしいんだ。
しますか。任せておけ。ここは俺が。確かに火種の匂い。気のせいやもしれんが、確かめておくにしかず。打ち取ってないよ。答え人生の披露する責務を果たさめてやる。これで終わりだ。これで偵察隊から情報が漏れることはなさそうだ。とはいえまだ油断はできない。よかれ。すごいな、君の活躍をずっと見ていたよ。立ち上がれば守る。責務を果たす。Oh!
そろそろ奇襲部隊の本陣に近づいたかな。それではこちらも動き始めようか。あくまでこちらは弱いぞ。怪しまれない程度に。勝負はここからに。行こうか。敵本陣に近づいたけど、相手はかの源の義経だ。被害の戦上手が無策とは考えにくい。ないないよ。私は正式選ばれし者。相手をしてるありがたくあれは。いや、あれは絶好の場所に伏兵を置いていたか。責務を果たす。私は今あの義経公と戦っているんだね。見当違い、程がある。この私の策に絶望した上での上事か。手に取った。さあ、あとは本陣を残すのみ。義経公に奇襲を仕掛けるなんて心躍るよ。行こうか。何？奇襲だと？始末が出る。元成殿、素晴らしいね。新たに奇襲を任せて正解だったよ。英雄曹操の信頼厚き軍師に褒められるなんて、この感動を今すぐ確信したい気分だよ。とてもいい。あなたこそ真の三国武将。命が惜しけりゃ獲物を置いてきな。源の九郎義経、これにあり。新鮮に披露で今日はこれぐらいで勘弁してやる。責務を果たさないかも。そばかには天の祝福があろう。これで改めて協力に感謝する。元に、あなたの働きは見事なものだった。これも各家殿の優れた策あってのことさ。実に動きやすい戦だったよ。無事に追い払う。私はか、いいね。せっかくの申し出だけど遠慮させてもらうよ。鮮烈な喜びとともに勝利の美酒。この興奮を書き残せるのも仕方ない。元成殿は諦めよう。戦果を上げたか。数日をかけ皆に天意を説くことができた。馴れ合いを禁じ、無駄口を叩いて。